佐野です。みずきです。なんでみずきさんいるんですか？スペインから帰ってきました。みえバイオレットアイリス、せーの、スーパーベルトンソー。この番組はホンダカーズ三重北、鈴鹿未来、日照、HB101 のフローラ、安心安全輸送の新生運輸、有限会社福本組の提供でお送りします。そろそろあなたには新しい風景が必要だったのかもしれません。お待ちしていました。ご一緒します。私フィットです。プロマーケット、プロマーケットでは食品資材、ワイン、業務用食品、生鮮食品まで幅広く取り扱っています。ぜひお近くのプロマーケットへ。総合物流企業である日照は、複数の事業を生かしてお客様のあらゆるニーズをお答えできる一貫したサービスを提供しています。人、物、企業をつなぐ総合物流サービス、日照。HB101 で愛情を込めて無農薬で育てました。今年も甘いミニトマトたくさんできました。植物元気 HB101。 この番組は鈴鹿市を拠点に活動する社会人女子ハンドボールチーム三重バイオレットアイリスがお送りする地域密着型ハンドボールバラエティ番組です。地元企業に勤めながらハンドボールに励む選手たちが地域の皆さんに元気とパワーをお届けします。背番号25番リンです。背番号2番ナナです。いよいよ8月になりました。8月といえば日本リーグ開幕ということで、今月は日本リーグ開幕特集。イエーイ。選手みんなにコメントをもらいましたので、皆さんご覧ください。それではどうぞ。背番号2番中田夏実です。 CNS のキャラクターはリンに引っ張られてます。本当の私はちょっとおとなしくておひとやかな女の子です。チームがピンチな時に、いつどんな時でも活躍できる選手になりたいと思います。応援よろしくお願いします。背番号5番小林鈴香です。筑波からロードバイクを持ってきました。いろんなところに行きたいと思って、今はバイト先とイオンに行きました新人らしく明るく元気にはつらつとプレーしたいと思います。応援よろしくお願いします。背番号6番近藤穂香です。最近ハマってる食べ物は、ジャージー牛乳プリンです。甘くてクリーミーでとても美味しいので、スーパーで見かけると必ず買います。攻守ともに相手の嫌がる部分を狙いながら、チームに貢献できるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。背番号10番水野由衣です。小学校の時から干し芋が大好きです。味と柔らかくて食べやすいです。私にとっての初シーズンでもあるので、元気にいつでも笑顔を忘れずに精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。背番号11番ダンレイナです。髪の毛を切りました。あ、癖っ気がすごくて、美容師さんがいつもすごい工夫をしながら切ってくれてます。年内復帰を目指して頑張っています。復帰したら笑顔でコートを明るくできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。背番号12番ヤミカノンです。ひたすらゲーム実況を見てます。なんかその好きな YouTuber がなんか実況してるゲームが面白いからずっと見てる。ひたすら見てる。自分の持ち味である勢いだとか元気とかを皆さんに届けられるように精一杯頑張りたいと思いますので、ぜひ今年は会場で皆さんと一緒に楽しいゲームがしたいです。背番号13番島井ひろみです。最近は、鈴鹿にいろんなカフェや新しいお店ができているので、それをインスタで検索して今度行こうかなっていうリストに入れるのにハマっています。
探して情報だけは知ってる状態です、去年以上にコートに立って勝利に貢献できるようにプレーして頑張っていきます。皆さんの応援が私たちの力になりますので今シーズンも共に戦ってください。よろしくお願いします。背番号14番渡辺いつきです。ドラマを一気見しました。韓国ドラマで分かっていてもっていう恋愛ドラマを見てます。あー分かる、分かってるんだけど分かるわってなります。今シーズンはどこのチームよりも輝けるポストになりたいと思います。皆さん今シーズンも応援よろしくお願いします。背番号16番花村美香です。バイ YouTube で動物、最近は猫の動画をよく見てます。犬派だったんですけど実家で猫を飼い始めてからちょっと猫が好きになりました。自分らしく、安定感のあるプレーで、バイオレットのゴールを守っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。背番号17番鳩野香穂です。マスクしたままですいません。マスクかぶれがひどくてちょっと自主規制しております。ずっと前髪を伸ばしてたんですけど最近切りました。皆さんめっちゃ可愛いって言ってくださって前可愛くなかったみたいな言い方されました。去年よりちょっと筋肉もついてきたので力強いプレーができるように頑張ります。応援よろしくお願いします。背番号19番万谷優衣です。シューズを新しくしました。ここがゴールドのラインになっていて日本一をイメージしてます。本当にもう日本一を、結果にこだわって取りに行けるように頑張ります。個人的にはやっぱり名国体があるので地元への感謝の気持ちをしっかり持ってプレーにしっかり出したいと思います。背番号22番井上かなです。美容院行って長島のアウトレット行ってきました。切ってパーマかけたいって言って私前かけたんですけどかかんなかったんで強めにかけてくださいって言いました。なかなかいいと思います。初めてのリーグになるのでしっかり楽しんで、自分の役割をしっかりできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。背番号23番森本穂香です。エイティーズです。韓国8人組の男性グループです。ファンクラブに入りました。中継選手として試合の中でメンタルでもみんなの支えになれるように頑張ります。背番号25番林美里です。今年になって髪の毛切りました。なので、今シーズンはお団子じゃなくてポニーテールで試合に出ます。チームがしんどい時こそ1点取れる強いプレーヤーになれるように頑張ります。背番号27番熊崎和美です。野菜たっぷりのミネストローネを作ることです。生野菜を取るのが苦手でスープに入れて食べるようにしています。3年目になるので変な緊張はせずまだまだ若いのでフレッシュに頑張ります。背番号32番山岡里奈です。大学の先輩が私にコートネームをミツってつけてくれたんですけど光って書いてミツでコートで光り輝けるようにっていう意味でミツを取って32番にしました。昨シーズンちょっと光りきれなかった分太陽みたいにキラキラ光り輝けるようなシーンをお見せできたらなと思います。応援よろしくお願いします。背番号77番榎木若菜です。最近ハマっていることは髪の毛のケアで、いいトリートメントを買ったので、あといいヘアオイルを買ったので毎日それで綺麗にしてます。バッチリです。毛髪しかない。結果が全てだと思うので一つずつ一戦一戦大事に戦って必ずチームで日本一を取ります。応援よろしくお願いします。ここでプレゼントのお知らせです。新しい日本リーグ公式パンフレットに私たちみんなのサインを入れて1名の方にプレゼントします。ご応募はこちらまで。今月の放送はどうでしたか。みんないろいろ面白いこと言ってたけど日本リーグ頑張ろうね。おう、それでは皆さんいきますよ。バイバイアレット。バイバイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。バイバイ。